新アビラノのミラノ通信。皆さんこんにちは。金曜日がやってまいりました。シンガーミラノのミラノ通信、あれミラノ通信、自分で忘れてどうするねみたいな感じですけど、金曜日、15時から毎週、配信しておりますが、楽しい、50分間をご一緒したいと思います。よろしくお願いします。なんか私ちょっと顔むくんでるみたいな感じがするんですけどね。なんかちょっとね、まあ、その前に、鳥越あずり FM ではもう本当にもう2年越しになりますけれども、新型コロナ対策も万全に行っております。入局時の、検温と、アルコール消毒、そしてスタッフ全員のマスク着用、そして、指先手の消毒ですね。それからスタジオ、スタジオの、放送の、 間が10分間あるんですけども、その間に全部アルコール消毒、そして私が大好きな皆様には伝わらないんですが、左、下に見えますのが鳥越神社なんですね。そちら の、 見える窓は換気して、今閉めたところですが、その換気ですね、今はね、もう今年は いつもより早くイチョウがの新芽がもう青々と、もうすごい新緑が美しいです。このね、私もアズーリ FM に通うようになりまして、鳥越神社のイチョウでね、四季を感じているというね、こうなんかちょっと素敵なね、四季を感じさせていただいております。そんな感じでパチ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 、ありがとうございます。ちょっとむくみ気味の私ですが、耐えてください。楽しい時間をご一緒しましょう。よろしくお願いします。まあ、これなんでむくんでるか私大体わかりました。ちょっとね、今週忙しくて、忙しさでちょっと体がね、限界を感じて始めてたんですね。なんか嫌な信号が、それで私ちょっと、まあ、生体中毒というか、生体マニアというか、生体が大好きなんですが、まあ、本当に当たり外れ があるので、もうここって決まって、ここは大丈夫っていうお店がもう何年も通っているところありまして、まあ、それを本当に、まあ、名前を挙げてしまえば神の手なんですけど、本当に新橋の例のニュー新橋ビル、阿弥陀くじみたいな柄の太古のビルでございますが、そこはね、2階に上がると全部一部居酒屋がありますけれども、もうほぼ全部整体で、もう呼び込みがすごいんですよ。まあ、その神の手も呼び込みはされて、まあ、元は呼び込まれていったんですが、もう私はもうそこ一本なんですね。まあ、メンバーズカードで満杯になると2000円、20分間無料みたいなサービス券もつきますが、まあ、結構そんなね、通ってばかりいるとお金が続かないんですが、まあ、そこ行けば大体間違いなく何人もいても当たり外れはなく満足して帰れるんですが、昨日はなんかね、本当もう倒れ込むように行ったんですよ。そうしたらなんか痛すぎて、ちょっとこれ悲鳴上がっちゃって、そのうち寝ちゃったんですけども、痛いって相当な、ちょっと私の中で結構信号だなと思いまして、それで、まあ、整体っていうのは指輪とか外してないと、やり終わった時に、施工が終わった時にパンパンにむくむので外せなくなるので、ね、指とかもむくむというか、ね、こうパーって、まあ、こういろんな血管がね、いろいろパンパンになると思うんですけど、それで、まあ、顔もこんな感じでむくんでおりますが、許してください。夜はライブなんですけどね、はい、お聞きいただいているのは、毎回同じ、オープニングソング、オリジナルソング、ある日空からでございます。では楽しく、始めていきたいと思います。今日はね、まあ、もう本当にピンでやります2週目でございますが、まあ、夜
六本木のピアノバー泉というところで、まあ、大好きな、こちらでも出てくださいましたけれども大好きなシンガー、実力がシンガーの飯田さつきちゃんと、共演でございます。もうすごい音楽界のマドンナバイオリニスト里見のり子さん、そしてポップスからジャズからもオールマイティーな清水ゆかりさんのピアノでお送りいたします。まあ、これからね今日夜予定がないけどなんかちょっといい音楽聴きたいな、いいお酒でいい気分になりたいなという方はどうぞピアノバー泉六本木のですねドンキホーテの、並びにあります地下にあります泉でお待ちしております。よろしくお願いします。ではですね今週は私、先週今週と私一人で放送してますが、まあ私だけの番組ではあるので一人は当たり前なんですが、なんかゲストをね呼んでないと寂しい気もしまして、スタジオ生ライブっていうのがね好評いただいておりますので、まあ、来週はですね、まあ、後ほどまたお話しますけれどもシャンソンシンガーを初めて、ご招待いたします。シャンソンシンガーの金子睦美さんという方なんですが、まあ、本当にカリスマ性ありましてね、気になってたんですね。Facebookとかで拝見して名前もお顔も気になってたんですが、たまたま私もたまにシャンソンのライブハウスに呼ばれることがありまして、そこでブッキングしてくださったのがたまたま金子睦美さんという方で、なんか喜んで勇んで行ったんですね。そうしましたらやっぱりすごい素敵で、もう小さなライブハウスだったんですが、もうビーンともう彼女の声が響き渡り、心身に、響き渡りましたね。そんなそれでねとびきりの笑顔なんですよ。ああいう笑顔は作り物じゃなくても本当に輝いた笑顔で、まあ、とにかく、まあ、来週その方をお呼びできるので皆様楽しみになさっててください。来週は金子睦美さんです。そしてですね再来週ゴールデンウィーク中はですね、なんと土橋正臣さんというね、鎌倉アンティークという名前で今度ね博物館を今建設中の鎌倉に、段葛本当に、八幡様の通りに面したところに今建設中です。しかも建設のデザイナー誰だと思いますか？隈研吾さんです。じゃーんすごくないですか？何者なんだろうって感じなんですが、まあ、私もちょっと一回出たことがある、FM 戸塚にもお出になってまして、今は FM 鎌倉で、番組をお持ちです。その、鎌倉アンティークの土橋さんが、こちらに出てくださいます。どうぞどんなね素敵なお話が聞けるかもうとても今から楽しみですけれども、そんなビッグなゲストを2週続けてお呼びいたします。ぜひ楽しみにしてください。睦美さんはね生ライブやってくださいますからね。山口智夫こちらの最多出演のギタリスト山口智夫の演奏でシャンソンと、まあスタンダードも歌ってくださるのか、まあ、いろいろ今から楽しみですが、ぜひ楽しみに、お待ちください。また告知します。で私のライブは今夜でございます。また、ではね全然私のライブとは関係ないんですが素敵な音楽を懐かしいと思われる方もたくさんいらっしゃいますが惜しい、アーティストが亡くなってしまいましてもう久しいです。ホイットニー・ヒューストンの、映像お歌をお楽しみいただきたいと思います。どうぞ。パチ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 、やっぱり名曲ですね。いつ聴いてもなんか、ホイットニーの曲はねなんかこうことあるごとに聴きたくなる曲で、まあ、この曲もまあ壮大な曲ですけども、まあ、自分のね、決めた人生を、生きるわという決意と、人々には自分の可能性をね認めてほしいという思いが、込められた曲と言われておりまして、これをねまあ、本当にあの人が歌い上げるとまた素晴らしいんですが、私の
ね、友人シンガーとかはね、あのラテンで歌ったり、しておりますね。またそれも味わいがあって、まあ、あの本当にのあの丸々コピーではなく、そういった形で歌ってる友人シンガーもおります。Greatest Love of All お送りいたしました。ね、まあ、本当に惜しい人を亡くしたっていう方がね、あのシンガーがいっぱいいますけれども、まあまあ、でもこう私たちの心と、まあ、あの残像がね残ってますから、なんかそういった意味で音楽っていいですよね。まあ、私もそうやって後世に残していける曲を作っていきたいと思います。まだまだ本当これからです。ひよっこは頑張っていきたいと思います。ひよっこですから。そんな感じで、一曲聴いていただきました。せっかくですので、あのね、あのこれから私ライブが目白推しでございますので、本当に声帯でねひいひい言ってる場合ではありません。まああのまだ番組の始めですけど、ちょっと一つ一つ注釈していきたいのでよろしいでしょうか。ライブ告知をさせていただきます。あ、そうなんです。これね、北陸に、毎年行ってたんですが、まあ、あのコロナでパタッと、とにかく割とあの北陸の方とか石川県、ね、特に石川県あたりの方はあのものすごいあの警戒されてしまったので、まあ、全体、まあ、東京以外はみんな、昨日もなんかいろいろ滋賀の方とも話したんですが、まあ、東京以外の方はやっぱり警戒、ね、外部から の受け入れはものすごい慎重になりますよねっていう話で、もう11年前にあのぐらいから北陸ライブを始めたら、まあ、1年に1回が2回になり、3、4回が当たり前みたいになってきた矢先にこうコロナドーンで、まあ、丸々2年間はねあのやらなかったんですが、そろそろどうですかっていうお話もいただき、向こうに、まあ、あのそんな数多くはないんですが、あのお客様も友人知人もおりまして、あとあの向こうでねあのに行くときは必ずご一緒させていただくミュージシャンもいるので、じゃあそろそろ、ね、いいですよねっていうのは決まったのが、割ともうあの1ヶ月も切ってる状態で決めたんですが、あの行ってまいります。まずはですね、これあのちょっとフライヤーがないんですが、あの5月の6日にあの安いあのチケットなので、早い時間しかないので、じゃあもうそしたら5月6日早く着くんだったら、あの早く準備して、じゃあお客様ね、いらっしゃるいらっしゃらないはともかくとして、あのこちら お寄りしていいですかって、もうぜひもう今そんなこと、お客様の人数がどうとこうだって言ってられないんだから、とにかく来てくださいって言ってくださったのが、金沢のドルフィンというね、あのジャズあのオーナーがギターを、素晴らしいギターを弾かれる、ジャズバーです。ドルフィン5月6日、ぜひお越しください。この今フライヤーはありませんが、あの私と井上新平さんでお待ちしております。歌いたい方、演奏なさいかりたい方、ね、ピアノもありますので、ぜひ参加していただけたらもうウェルカムでございますので、いい音楽を作りましょう。ドルフィンで、5月6日お待ちしております。その次、まあ、あのこの北陸の、ライブはね、大人旅という、ね、テーマを作っておりまして、もう10年近く前から、遠征しておりますが、大人旅2日目はですね、5月7日、土曜日ですね、ノエルフュージョンといって、ノエルはあの安松っていうところと、ここは、松寺町、ちょっと広めのお店でして、金沢広いので、あの車で移動する方も多いので、駐車場も広くて、あの音響もね素敵な、素晴らしい池口オーナーの、お店でございますが、ノエルフュージョンで、向こうの人気
フルーティスト、井上新平さんの愛弟子ですね、一番弟子福井直秀さんが加わり、井上新平、山口ともおなじみですが、そして、人気シンガー浜明子を加えまして、楽しく、お送りしたいと思います。ノエルフュージョンですね、ピアニストの方が飛び入りする可能性大ですので、お楽しみに。翌日5月8日はですね、北陸に行くきっかけとなりました、素晴らしい、カクテルバースイング、音響も素敵なんです。素敵なあのグランドピアノがありまして、で何しろオーナーがこだわり抜いた店内でですね、素晴らしい雰囲気なんですが、多分元が信用金庫だったらしいんですね。そこを改装して重厚な作りの中に、素晴らしいバウカウンターがあります。そしてお店の一部がですねギャラリーになってるんですね。それは、絵画はもちろんのこと、焼き物、あとガラスの製品とか、マスターがですね、オーナーがこれから世に、ね、出て活躍するという若者、若い、特に若いアーティストの、作品を重点的に置いてまして、私も一つね可愛い絵を買ったんですけれども、なんか本当になんか何か買いたくなってしまうね、素敵なものが展示されております。バースイング、ぜひお越しください。そのすぐ近くにですね、湯の国天正という大温泉ホテルがございます。そちらはですね、そこ の若おかみは私親しく付き合お付き合いさせていただいておりまして、もともと彼女がそこを紹介してくれたんですね。そこは歩いて3分のところに その湯の国天正がありまして、湯の国天正は小松空港のね降りるとまた大きな、ありがとうございます。そうですね、これスイングさんの、ホームページ、このねロゴも素敵なんですよ。またね、ママがね、モデルさんか女優さんかなっていうぐらいな、多分モデルさんだったのかな。とにかくね、素敵な敦子様、もうファンも多く、美男美女ご夫婦が営むスイングですが、ミュージシャンもね、東京からもいっぱい有名なミュージシャンが訪れては演奏してらっしゃいます。ということで、あとはですね、今回も本当に温かい お声がけで、呼んでくださいました富山の、高岡にあります、カサデラムジカ、こちらはまだないかな、9日月曜日ですがやります。これですね、ここも本当にマスターがね、ハートフルな方で、ぜひね来て演奏してくださいということで、私も頑張りますのでって言ってくださいます。私も本当に早くマスターに会いたいですっていうことで、ぜひお待ちしております。あとこの番組を見ていらして、北陸にお近くの方、北陸にねお友達、ご親戚がいらっしゃる方はぜひお声かけていただいて、お出かけください。お待ちしておりますね。とてもどこもおすすめのお店なので、私たちはねウキウキで伺いますので、いい音を、いい音楽をお届けしたいと思います。そして一緒にねコラボしましょう。楽器の方、歌の方、お待ちしております。そんな告知でございました。よろしくお願いします。以上、これは北陸編でございますが、あと、5月の29日ちょっと出ますか、はい、こちら、ニューヨークコネクションカルテット、5月29日、共同のクレイジーラブ、こちらもね、ミュージシャン、お客様から愛されている、世田谷共同にありますジャズバーですね。こちらはですね、私の
なんと私トラといって、誰かのね、シンガーの方のちょっと出られないからトラで出てくれるって言われて、気になってたお店なんですだったので、出演させていただいて、まあ、それがご縁でずっと出てるんですが、たまたまもう、私これここ懐かしい街なんです、私よく自転車でね来てたので、洋画だったのでって言ったら、そのオーナーがもう、え、洋画って言って、僕洋画だよっておっしゃって、まあお聞きしたら同じ小学校中学校の同窓生だったというね、まあ、それをご縁でもうずっとずっと毎月出させていただいております。そして、このギタリスト春高内さんなんですが、松坂慶子さんのご主人で、以前は結婚する時はだいぶ週刊誌に追いかけられたというね、エピソードをお持ちなんですが、もう本当におしどり夫婦でいらっしゃいますね。いろいろ神さん神さんという言葉が出ていらっしゃいますが、春高内さん、そして井上新平さんはもう、まあ、私がいつもお世話になっている、バンドリーダーなんですが、このお二人はニューヨーク、井上さんは17年生活をしていらして、そのニューヨーク時代に同じアパートの隣同士だったというね、すごいつながりだそうで、その2人とまたゆかりのある、秋山治さん、そして、菊ちゃんと一緒にお送りします。ですのでニューヨークサウンドをねお送りしたいと思いますので、ここでまた私の歌ではないんですけども、まあその時に歌う予定、演奏する予定の、曲をまず1曲お聴きいただきたいと思います。ニューヨークの思い、ビリー・ジョエルですね。
Daily News。The saxophone from Brooklyn, New York. That's Mark Rivera. いやー、素晴らしかったです。見入ってしまいましたけどね。まあ、ビリー・ジョエルやっぱりすごいですよね。私もビリー・ジョエルのとエルトン・ジョンがね、ニューヨークの
ジャイアントコロシアムでやったという話を聞いて、それが東京ドームで再演されたんです。再演っていうか再現されたんですよね。その時はもう必死でチケット取って行きましたけど、まあ本当にこのぐらいのモニター、もうこのぐらい本物このぐらいしか見えなくて、モニター頼りっていう感じでしたが、まあまああれを聞けただけでもまあ良かったなという感じで、まあ素晴らしい、シンガーで本当に息が長くて名曲をたくさんたくさん生み出しておりますよね。お楽しみいただきました。はい、それで私はまた引き続きこの一人の番組のを気にね、チャンスですので、ライブを告知を注釈を つけて続けてお送りしたいと思いますけれども、次はですね、5月ですね、5月が29日終わって、10日、今日が4月21日、その次です。5月ね、北陸の後は5月14日というのがですね、なんとこちらの月一レギュラーの辰野美智子さん主催の、チャリティーコンサート。先日も、まあ、8万円弱集まりました。本当に小さいお店でやったにもかかわらず、次々に人がいらしてくださってですね、あと私の、身内が作ったデコ石鹸がね、200円で販売したんですが、飛ぶように、売れまして、皆さんね、チャージがそのまま募金になるにもかかわらず、またさらにそういった小物も買ってくださいまして、そういうなんか、まあ、小さいものがね割と数売れると金額になりまして、まあ、そういった雑貨の売り上げだけでも6000円ぐらいで、まあ8万円弱集まりましたので、辰野さんからまたご報告がありますが、その、今度第103回目のですね、チャリティーが5月の14日に、今度は銀座の月夜の子猫、こちらもに今度再開して2回目ですが、こちらにも出てくださいましたシャンソンシンガーの高木真澄さんのお店、月夜の子猫で、開催されます。ぜひこぞってお出かけください。そして、まあ、歌いたい方、演奏したい方、こちらもウェルカムですので、ぜひお出かけください。5月14日です。5月15日はですね、こちらのによく出演いたします、ギタリスト山口とも、彼と、ギターベースのですね、ウッドベース金森元井というね、今若手ですごいバリバリ大躍進中っていうか、もともとまあすごい実力でしたが、大変売れっ子のベーシストと、ちょっとその渋いね演奏で、私一人で、赤坂隣で演奏いたします。ぜひね、こちらもレアな組み合わせですので、遊びに聞きにいらしてください。隣ではね、とても音響のいいお店でございまして、出演者お客様にも好評をいただいております。素敵なお店でございます。赤坂隣で5月15日お待ちしております。それから、5月20日はですね、ジェミニシアター、二子玉がミラノ&スーパー最強ボーイズでお送りいたします。私ね、ここも大好きで、ダディ竹一郎さんのお店ですが、もともとですね、二子玉がにただただ一軒だけあるクラブということで、という存在のお店だったらしいんですが、ダディさんが、買い取りまして、今年でそれが5周年なのかな。私も本当ビッグなアーティストが出てるんですよ。先日私が、あそこ、ビルボードでね、バリバリ素敵な演奏を聴いてきた鈴木しげるさんなどご出演なさってますし、カルメン・マキさん、ボヘミアンの葛城ゆきさんとかがお出になってるライブハウスです。そちらで私の、ソロライブ何度かやってますが、こちら素晴らしいミュージシャンです。まあ、おなじみですが、まあ、井上新平さんボスですね、リーダーとして萩智春さん、川原秀夫さん、山口智夫さん、
藤井節さんドラムで、お送りいたします。スペシャルゲストも期待してください。5月20日ジェミニシアターお待ちしております。そして5月29日は、共同の、クレイジーラブ、こちらはチケットが4000円とオーダーになりますね。お席がね限られてますので、ぜひ、お早めにご予約ください。それから6月6日はであ5日はですね、赤坂家は、実はこちらは、去年クラウドファンディングをしまして、まあそういった時に私もまあお店のライブハウスとかのクラウドファンディングには非常に何ていうのかな、まあお世話になっているので、なんか何のすぐ割と協力させていただくタイプなので、まあ、すぐに協力させていただきました。そのまあ返礼としてちょっと頑張って協力したので、返礼としてですね、ライブができる権利がありまして、その権利を使った返礼権利をメリットを使いました、ライブでございます。ですので、ちょっと高級店というイメージが高いこの赤坂系ですが、ワンドリンクチャージ込み3000円でございます。あとはまあキャッシュオンでお飲み物フードをお願いするんですが、6月5日、日曜日ですね、少し早めで日曜日ですので早めです。16時オープン、17時スタート、2セットです。歌い方も、まあ、セッションタイムもあると思いますので、ぜひ、チェックお願いいたします。6月5日です。はい、それからですね、こちらも、6月19日、ちょっと今まだフライヤーがないんですが、6月15日、19日は、渋谷の新鮮、こちらで、ポップスでの老舗、もう50年近くなります。こちらの、ライブハウスでミラノスペシャルライブを開催いたします。すんごいんですよ、メンバーが。井上新平さん、そしてピアノではなくキーボードなんですが、上村浩二さん、そして山口智夫さん、ベースがですね八尋洋一さん、そして、パーカッションがですね、もう本当神的なパーカッションと言われております岡部洋一さんです。そのスペシャルメンバーで、とウィズミラノでお送りいたします。こちらもですね、クラウドファンディング、返礼特典でございまして、まあ、ミラノ自由に、やってみてくれというありがたいオーナーからのお言葉をいただきまして、開催が決まりました。ぜひお出かけください。なんとフリードリンクワンプレート付き5000円でございます。ぜひぜひこれは来ないともったいないです。ご予約お待ちしております。6月19日日曜日ですね、3時半スターオープンの、16時スタート、2セットです。ぜひご予定、手帳に丸お願いいたしますそんな感じで、あと6月の25日はこちらの番組でも鎌倉ダフネの動画 YouTube を長い時間にわたってお送りしましたが、その時の同じメンバー、遠藤誠司、井上新平、そして、川原秀夫ベースですね。でシンガーはミラノ&近藤博美、こちらで全くこの間の4月と同じメンバーでお送りいたします。ぜひご予定してください。はい、というわけでね、やっと全部が言い切れた感じですね。そして今日は、ピアノバイ泉でお待ちしておりますということで、今週もありがとうございました。来週はですね、金子睦美さん、シャンソン詩人が、スタジオ生ライブやってくださいます。そして再来週は、鎌倉アンティークの土橋正臣さんお迎えします。本当に共にビッグなゲストをお迎えして豪華にお送りしたいと思います。ではですね、せっかくですので、またニューヨークにちなんで、シナトラの
シナトラの方ですね。シナトラの、ニューヨーク、ニューヨークをお聞きいただきたいと思います。あ、ない、いや、ごめんなさい。ごめんなさい。間違えました。スイングのですね、イングリッシュマン・イン・ニューヨークお送りしたいと思います。ニューヨークつながりで、どうぞお聞きください。Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast thumb on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.Someone said he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
素敵な映像とともに、お送り出しました。またね、来週も元気にお会いしたいと思います。早く平和な世界に平和が訪れますように、早く本当に流血なんかも終わりますようにっていう感じで本当に毎日過ごしております。では皆様、健康にも気をつけて、また来週元気にお会いしましょう。シンガーミラノのミラノ通信でした。ありがとうございました。